よろしくお願いします。では、前回に引き続きまして、いろんな周辺事情とか上達のコツを、説明したいと思います。まず、ここ数回しておりますスイングアウトですけども、これのイメージというのはですね、これが、とにかく、本当にスイングアウトに始まってスイングアウトに終わるぐらい大事なステップなわけですけれども、分かりやすいように立体的に見えるように斜めにしますけど、とにかく簡単に言えばですね、少しこう引き合ってこうきますよね。引き合ってとにかくズドンとこうぶつかると、そしてまたそれをですね、実際ここまで戻って、そして突き放すという感じなわけですけど、とにかくタンタン、そしてダッダッダッとこうきますね。そしてこういうふうに最初の場所に女性を送り返すような状態ですけども、だから当然ですけども、少しビヨーンとこう力を加え合って、こういうのをコネクションとか言いますね。コネクション、そしてここでワッとドッキングするわけですね。でここで回るわけですけども、回るのを省略すれば結局ここでまたうわーんとこうね、だからゴム紐のようなものがですね、こうやってビヨーンと来て、ブワッと来て、ボワンと行くようなことをいつもしているこのステップで1,2,3,4,5,6,7,8 こうするわけですね。この違うこっちの向きからしますね。こう来ましたら1,2,3 ここで合体して、そしてビューンパッパッパッで、また例えば1,2ダッダッダッときたらインサイドターンで回転の向きを変えて離れる、こういうふうに、なるわけですね。では次にですね、この、組み方に関してですけれども、とにかくジルバとかですね、社交ダンス、それからサルサ、アルゼンチンタンゴなども全部もう共通ですけれども、やはり男性と女性がこう組むわけですね、ホールドするといいますか、組むわけですけれども、この時に当然もう最初ですと、右も左もわからないので、いろんな、タイプの方がいるというか、いろんなことが起こります。そういうのはなかなか言葉で説明しにくいわけですけども、そういうのをちょっと説明しておきますね。で、リンディホップの場合はもうややこしい組み方はほとんどなくて、向かい合ってですね、特にこうスイングアウトで送り出す前の状態、こうなって、そしてとこうなったり、もしくはクローズポジションで少しこうドアが開い、半分、少しだけドアが開いているような状態で、こういう状態で、1,2,3,4、いく、こういう組み方ですね。で、この時に、当然ですけども、多少カチッとして、もう簡単に言うと、中が中空と言いますか、中が空洞になっている、プラスチックの人形のように軽い感じで、しかしそこにガチッと噛み合っているような状況を作りたいわけですが、いろんな人と組んでですね、教えたりしますと、本当にいろんなタイプの人がいますけども、まず第一のタイプはですね、自分中心というか、とにかくどこにいようが全然構わなくて組みましょうというと、そこにヘロッと、いるというかね、男性女性そうですけどもね、普通なんとなく相手が来るとね、ちょっと避けたりとかね、こう、あまり近くに来ると避けたりしますから、関係なしに組みましょうみたいな感じになりますね。近くにいるのはいいんですけども、影響を及ぼしにくいので、なんか、例えばこうやって回っても、知らん顔してそこに立ってるとかね、こう回っても、回ろうとしても、全然影響を受けない。あまり悪いのではありませんが、困りものですね。それから二つ目に見られるタイプは、やはり男性も女性もそうですけれども、今度はなんとなくすごくこう、警戒してしまうというか、やはり近くに来ると何をされるかわからないというか、本能的な恐怖が確かにあるので、別に通り魔が来たわけではないんですけどね。だからやはりいろんな意味でこうガチガチに緊張してしまって、回そうと思っても、ね、大体ダンスでこう動こうとしているのにも、絶対動かないぞみたいな、感じに構えて何をしに来ているんだみたいな感じになってしまうのも困りもんですね。それからまた、一番いいタイプはですね、経験のあるなしを問わず、
こうやはりまあ見たりとかですね、先生のを見たりしてや、なんとなくこうまあ胸とかですね、こういうところを大体平行にこう向かい合わせて、でこう回転したりしても大体ここに向かい合っている、もしくはこういう形を取れば、60度とかの角度をキープというか維持しながら同じように動けばいいんだなということを、まあなんとなくセンスがいいというか、まあパッと見て理解するというかね、まあ運動神経とはまた別の次元で、なんとなく起点が効くというかセンスがいいというかね、そういう人もいます。それもまあ非常にいいですね。でまあ今ちょっと言いましたけど、やはりこうこういうような、まあ、とりあえず例えば予備練習する向かい合って、まあ、少し腰を落としてちょこっとだけ引き合う感じにしますね。まあ引き合うということは自分が少し後ろの方にこう行く、で引くということは大げさに言えばこういうふうに引くわけですけど、突然引いたら相手もぶつかってきてしまうので、まあ大体 10g か 20g、 10多くても 80g 10ぐらいですね。 80g 10ということは、まあ、例えば何か 80g のものを手のひらに乗せた時ぐらいの力をお互い、手のひらに乗せるというのは垂直じゃなくて平行な方向でやり取りをするので、重力は垂直ですから 80g のお味噌か何かを乗せるときは下に重力がいくわけですけども、こういう相手の方ですね、水平方向に、まあ大体の目処としてね、10キロなんて言ったらかなり重いので綱引きみたいになってしまいますが、さりとてあんまり 5g、10g が弱いので少し、まあ踊るスピードにもよりますね。で、前回もしましたが、こういうような状態で、まず片手だけで、こういう風に、少し、その、まあ、50g、10ぐらいね、お互い、影響し合って、こういう状態で、今、これは少し、ここが V 字型になっている状態ですね。そして、こう、前に行ったりとか、ね、この感じがわからなかったら、こういうふうに手を持ちますね。少し肘を曲げます。本当はここになるので、これはさらに予備練習になるわけですけど、でこれで少し引っ張ったり、まあ、少しこういうふうに回すような感じで、この位置を変えないように、だいたい向かい合ったまま。特に男性が運転手ですから、男性が何かしたときに女性がそれにフォローできるようにしますね。まあ、例えば横に動いたりとか、まあ、予備練習なので、でこういう圧力の駆け引きが分かったら、こういう風にしてこうとか、これを持ってですね、で、まあ、横へ行ったり、または少し開きが加減にして全身交代とか、また最もこのビンディーサークルとかスイングアウトですね、これのこういう風に同じ距離を保っていく、こういう練習をするとだいぶいいですね。ではさらに次の、ティップといいますか、ティップというのはコツということですね。上達のコツを、説明します。説明が続きますけども、簡単に説明します。先生、そこまでで何かありましたか？なかなかお互いに引く感じというのは分かりにくいですけど、2人で何度も練習してください。まあこういうコネクションの練習は別に無理にダンスをする相手を見つけなくても、母ちゃんとか父ちゃんとか旦那とか奥さんとかね、子供さんとかでもできますから、このコンピューターの前でね、母ちゃんとかとやってみてください。次はですね、このやはりダンス的に動くというときに、まあ、一番最初もしましたが、ちょっとその付近を、近所を歩いてみましょう。まあ本当はもっと歩くといいんですけども、ちょっとカメラからフレームアウトしてしまうのでね、まあ、そういう時というのは大体まあ姿勢もまっすぐになってて、まあ、あまりこうじゃなくて垂直にする感じで、ね、いつも会社に通勤したりとか学校に通学したり買い物に出かける時は、今日はまっすぐにある姿勢をまっすぐにして歩こうと思わなくても、大体思わないから揺れるとか、そういうことはあまりないと思いますが、踊るとなるとホールド、こういう形を取らなきゃいけないので、まあやはり非常に大変です。そして足型もいろいろ考えないといけないので、まあ男女ともそうですが、非常にぎこちなくなってしまう。力も
余分なところに入ったり、肝心なしっかり立つべき足に入らなくなって、タンタンタッタタンタンタンタッというような感じで、何かふにゃふにゃに見えたり、中心線がなんか歪んだりしますね。で、練習会が終わって、お疲れ様でしたって言って帰ると、ちゃんとまっすぐスッキリになって歩いてるので、そういう風に踊ってくれりゃいいのに、という風に思ったりするわけですけども、そういうようなことを意識するといいので、ちょっとこうやってね、立ってみてくださいね。そして、やはり足というのは、当然ですけども、眠っている人を立たせようと思っても、ふにゃふにゃで立てるわけないので、本人の意識がなければ立てませんので、床に対して立ってるということは、かなりの力を、まあ、入れてるということですね。もう、自動になってるというか、オートマチックに入ってるので、いちいち足で、今日は立とうと思わなくても、もう立ってるわけですけど、そういうことを再認識してみれば、かなり強く立ってるわけなので、下半身はやはりいろんな意味で、筋肉をしっかり強く、しなやかに使えるようにしますね。ましてや普通に歩くときはまっすぐですけども、リンディーホップ踊るときは後退もあり、回転もあり、横へのステップもあり、いろいろですからね。道を歩くときよりも筋肉をいろいろ複雑に使わないといけませんから、体全体の力の密度というようなものを考えて、下半身も今7としますね。7ぐらいの強さ、メモリが分かりにくいかもしれませんけどね。で、上半身は3ぐらいの力にしておきますね。別に合計が10でなくてもいいんですけど、下半身は7ぐらい。で、上半身は日常生活もそうですけど、別にリラックスして、そこに腰の上に乗ってるだけですね。だから、インディホップでも、まあ、普通のジルバでも何でもそうですが、上半身は軽く柔らかにして、普通に物を持つような感じで振る舞うようにしますね。強くアクションしますが、変な風に力を入れないようにしますね。そうするとさりげないスピードというか、自然な感じの、まあ、しなやかなスピード感というのも、最小限ではありますが生じるので、自然に見えますので、下半身は結構筋肉に力を入れたり、抜いたりして強くしなやかに、7ぐらいの入れ方で、上半身は3ですから半分以下ですね。初心者の方はですね、逆に足が弱くなって、足はつくだけになってしまって、上半身で相手を、リードしたり操縦しようとするので、足が弱くなるくせに上を引っ捕まえて、こういう風にしようとしてしまうので、なかなか大変ですね。だから自然に見えるということは難しいことですけれども、歩いてるとき、別に意識しなくても、だいたい7、3ぐらいの割合に見えますので、じゃあ先生、何か補足をどうぞ。どうしても女性も男性も上体に力が入るので、なるべくリラックスしてやるといいですよ。はい、そういうことですね。とにかく慣れないと手に力が入ってしまいますね。抜いてもダメなんですけどね、コネクションっていうのがあるんですけど、最初はまあソフトにして、そんなに力を入れないように、すればいいですね。ではだいぶ前置きが長くなりましたけども、本日の、ステップ2つしましょう。1つは、まあ、復習を兼ねておりますけれども、リンディーサークルというステップですね。これは前回はまあ何気にこうリンディーサークルということをすでにまあ周知の事実として、周知ということは恥ずかしいことじゃなくて、すでに知っているということですね。周知の事実として説明しましたけども、これは第1回目で回転のまあ予備練習みたいな形でしまして、あまりきちんと説明していませんでしたので、ここで改めて説明しておきましょう。これはこういうふうにですね、まあ、基本のステップなどを、こうですね、今日もこの向きでしましょうね。で、まあ、こういうふうに、
クローズドポジションで少し、そうですね、まあ、60度ぐらい開いている状態ですね。正三角形の2つの辺ぐらい開いていて、そして、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、こうきますね。そして、ワン、ツー、スリー、フォーで、男性が女性の前に立ちはだかるように立ちますね。そして、そのまま、ファイブ、シックスと、同じ状態を保ってね、それこそ先ほど言ったように、だいたい胸をこう向かい合わせますね。こういうふうにホールドして、回転するときは開きすぎてると回りにくいので、こうしますね。で、さらに回って、セーブ&エイトで、スイングアウトのように相手をほっぽり出さずに、で、スイングアウトしないで、そのままキープして同じ場所に戻ってくる。これが、まあ、アウトで放出するのではなくて、保ってるので円形になるので、リンディーサークルって言いますね。サークルっていうのは円のことですね。サークル形のサークルですね。同じように、ワン、ツー、スリー、フォー、フォー、スリー、フォー、足は後ろでもいいんですけど、まあ、これは前にクロスするようにしましょうね。ファイブ、シックス、セブン、体が回転するところに足が置かれるようですね。ワン、ツー、少し基本のステップを挟んで、ファイブ、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これがまあ、インディーサークルですね。オープンポジションからでもできるので、例えば、ここからスイングアウトしますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトですね。そうすると、オープンポジションになりますから、ワン、ツー、スリー、フォー。で、ファイブ、シックス、セブン、エイト。もう少し回転を少なくしてもいいですが、こういう風にすると、オープンポジションからのリンディーサークルになりますね。まあ、名前を考えると混乱するかもしれませんが、要するに次のようなことだと思って、あまり名前を気にしなくていいですね。例えばこういうポジションから、スイングアウト的なことをすれば、離して終わることもできるし、バン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 とくっついたまま、クローズのまま終わることもできるということですね。で、同じように、くっついた状態から、くっついたまますることもできるし、くっついた状態から、離すということもできるということです。で、非常に似通ったもので、まあ、分類すれば、それぞれクローズドポジションからのスイングアウトとか、オープンポジションからのスイングアウト、もしくはクローズドポジションからのリンディーサークル、オープンポジションからのリンディーサークルと。で、そしてこの前、しましたように、右回転だけではバランスが取りにくいので、3、4、5、6、7、8。というふうに、リバースサークルというのもね、できるわけですけれども、まあ、こういうのがリンディーサークルですね。では、簡単に男性、女性のステップを説明しましょう。では、女性からしましょう。先生、前でお願いしますね。一応、こっちの方に、女性は行くとしますね。クローズドポジションから、ワン、ツー、スリー、フォーですね。男性が立ちはだかるように前に立ちますので、ね、そしたら、ファイブ、シックスと回転して、この同じ状態を保って、セーブ、アンド、エイというふうに、ほとんど同じ場所に帰ってきますね。一周して。もう一回しましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、トリプルステップを踏んで、ファイブ、シックス、セーブ、エイトですね。まあもちろん自分がしっかり覚えてくださると一番いいんですが、男性のリードに女性はフォローするので、まあフォローするようにすれば自動的にそうなりますね。では男性をしましょう。ね、男性は、じゃあここら辺で。男性は今こうクローズドポジションになっておりますね。そして、ワン、ツー。スリー、フォー、トリプルステップ、またはシャッセと呼ばれる散歩をして、女性の前に立ち上がりますね。
スイングアウトの前半が終わった状態と一緒ですね。そしてそのままちっちゃく手前に引き寄せる感じ、まあ、この足はここら辺ならどこでもいいので腰の下に置く感じですね。5、6、ほぼ向かい合っている状態を維持保持してキープして7&8ですね。重なると思うんですで、クローズポジションになった時は少し開き加減、左サイドが少しこう女性の右サイドが開いている感じが、まあ、向かい合ったままでも結構なのであんまり気にしなくていいですね。もう一回しましょう。1、2、前に立ちはだかる、90度で、さらに、まあ、90度ぐらいを目処に回転ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、これがまあリンディーサーフですね。一緒にやってみましょう。男女一緒にやってみましょう。まず今の向きです。こうですね。5、6、5、6、7、8 1、2、3、4 5、6、7、8。もう一回1、2、3、4 5、6、7、8。反対向きからしますね。斜めにしましょうね。そうすると立体的に見えるので、今度はまあ進行方向といいますか基準線を斜めに取りますね。そうするとカメラが見やすいですので、ね、立体的で。じゃあもうちょっとこうですね、すぐオープンポジションになろうとしてますね。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。まあこういう感じに、なりますね。今度こっち向きにしましょうかね。また同じように斜めにしますね。立体的に見えますもんね。1、2、3、4、5、6、7、8。できましたでしょうか。これはまあ一番踊りやすい、いい感じですね。それでは2つ目のですね、まあ、これも非常に重要な、ステップですね。タックターンというのをしますね。タックターンですね。前回あの、まあ、スイングアウトのバリエーションというのをしましたけども、あれはまああくまでバリエーションでこう、飾りといいますかね、バラエティに富む、あれを覚えればスイングアウトをああいうふうに、インサイドターン、アウトサイドターン、フリーターンとかにですね、多少ちょっと変えれば、まあ、それはそれで、すごくおしゃれになるわけですけれども、でもそれよりもですね、今回するタックターンの方が非常に大元の次元で大切なので、まあ、この世界のですね、アモーレ&ルー先生という、これも、ね、こういうこの方たちもあのネットで調べていただくとね、いっぱい、まあ、動画なんか出ておって素晴らしいこの世界の大家の先生なんですけれども、その先生方もね、おっしゃっておられるように、まあ、タックターン、それからリンディーサークルですね、そしてスイングアウト、まあ、この3つはですね非常に重要なので、まあ、この3つを知っているだけでも大体それをもう使い回すというか適当な順番で組み合わせて、あとまあこうキックとかですね、それからこのベーシック一番大物のステップをまぶせばですね、もうバッチリ3分でも5分でも戻れますね。それぐらい重要なステップではお見せしましょう。これはこういう感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、ね、もう一遍しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。これを見るとですね、まあ、また全然の初心者じゃなくてジルバとかね、ジャイブとかやったことのある人への語りかけになりますけど、チェンジオブプレイスとほとんど変わらないように見えますね。今こう来て結局向こうへこうなるわけで、その通りで非常に似ておりますけども、カウントがまずちょっと違いますね。何せ1、2、3、4、5、6、7、8なので、ジルバとかジャイブですと1、2、3、4、3、4というふうにトリプルが続きますからね。ただしまた精密に言うと、これは6カウントのリンディーホップのステップとしてこれも存在するので、
まあ、ジャイブというのも倫理法とほとんど一緒ですからね。また後で説明します。さて、タックというのは何かというと、これですね、ズボンのこのツータックとかですね、こうノータックとかですね。タックというのは折り目ということで、どういうことかというと、男性と女性が一回パタンとドアが閉じるように折り目をつけるようにたたんで、ピタッと向かい合ってからまた開くと、いわば折り目とかこうひだですね、ズボンのひだ、ひだをつけるように踊るということなので、ワン、ツー、ここで一回こういうふうに折り目正しくこう畳むような感じにしてから、ファイブ、シックス、セブン、エイト、こう来るわけですね。逆向きからちょっとしましょう。で、斜めにしましょう。これだと立体的に見やすいですもんね。ワン、ツー、スリー、ハイ、ワン、ツー、スリー、アフォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ジルバとかに慣れてる人はかえって2歩余分に入るのでね、戸惑うかもしれませんね。ジルバとかだとね、まあ、タックをつけるほど折り目正しくはせずに、どちらかというとダラダラ回っていく感じですので、ダラダラ回っていくというとルーズみたいで、ジルバとかの人の方がルーズみたいで怒られそうですけどね。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、では男性女性のステップをご説明申し上げますね。で、男性からいきます。ではこの向きに、ね、まっすぐの向きでね、いつも統一してますから、それでしましょう、ね、では男性はこうですね、クローズドポジションから1、2、そして3、4で、少しこっちに回転すると女性がバカンと閉じますね。3、4、そしたら反対回転にしないとこのままこっち行っちゃいますからね。反対回転にしてカウントは5、6、2歩だけですから、ほとんどその場所で足踏みしますね。で、さらに7、8ももう男性はほとんど動きませんから、気持ち女性から離れる感じですけども、7、8もうその場ですればですね、男性はいたって簡単ですね。もうほとんど移動もしませんから、向きをこっからここに変えるだけです。参りましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。もう一回しましょう。簡単ですから違う向きからしましょう。こっちにしましょうね。180度向きを変えましょう。ね、こうなっておりますから、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトですね。では女性のステップをしましょう。女性も最初の向きをしますので、ここからですね。女性の方はまあ結構大変ですね。こう来ましたら、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォーというふうにほぼ男性と向かいますね。こうしてから、こっちに回った方が見た感じもこう反動をつけているような感じで、まあ、リアクションといいますか、見た感じインパクトがありますね。だから3、ただしそのままそ行っちゃダメですからね、3、4と来ました。そしたら回転して5、6とほとんど同じ場所で一歩踏みますね。回転の仕方によって5、6みたいにクロスしちゃっても構いませんが、3、4で回転して5、そして6あたりで向かい合って少し離れて7 and 8ですね。中上級としては8 1 2とこういう引っ張り合う力で遠心力を使いたいので、まあツイストに1、2をできるようにするというですね。もう一回しましょう。4、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、8。一応回転の角度が、分かった方がスッキリするという人のために回転の目処を申しますと、1、2、3、4で相手を向きますね。まあ、例えば南であれば南を向けばいいので楽ですが、3、4で、4の後半で、今南に向いていたものを北に向きますね。つまり180度ですね。
すり足を使ってはいけませんから、スリーアーフォーを、そしてファイブをつく頃にはファイブでこっちに90度、そしてシックス、さらに90度、また南を向くことになりますね。そしてセブンアンエイトとくればいいので、ね、多少分かりにくいところもありますけど、まあとにかくこういう感じですね。では一緒にしましょう。ね、あ、せっかくですから反対向きに一回していきましょうね。女性こっちからいきますね。せーの、ワン、ツー、スリー、アー、フォー、ファイブ、シックス。とにかく最終的には回されて男性の方を見ればいいのでね。これはもう大原理ですから、わからないステップを何か仕掛けられたら、ね、そういうのをリードされたら、とりあえず男性の方を向いておけば、まあ、問題は少ないですね。もちろん男性の方を向かずに同じ向きで終わるものもあるので、いつも年がら年中相手を向ければいいということではないですが、一つの目処ですね。そうすれば男性もリードしやすいので、向いた女性をまた違う方向に向けるというリードができますからね。では一緒に、しましょう。この向きでしたからね。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。反対向きにしましょう。5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ではこの続きはどうしたらいいかというと、これはオープンポジションなので、基本的にはオープンポジションからできるものは何でもできますので、スイングアウトでもいいし、先ほどしましたリンディサークルなどは簡単にですね、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7と反対向きになりますが、またここから例えば1、2、3、4、5、6、7、8、ね、そして1、2、3、4、5、6、7、8、ね、こういうふうに、いくことができますね。スイングアウトでもいいですね。こういうふうに続きで覚えておくと今までの、順番でできますね。ではこの、タックターンのバリエーションと言いましょうか。これの応用を、まあ、2つご紹介申し上げます。まあ、2つといっても1つは手を離すだけですので、簡単に説明していきますね。今こう来まして、1、2、3、あ、こう来ましたら手を離しますね。ただし、こういうもちろん離す前に、女性に回転を、指示するというか、お願いするリードをしながら離して、5、6。で、向かい合った頃にまた手を取ります。でも、手を離したままでは次に進めませんから、7、8、ね。もう簡単ですね。スッキリします。今度、斜めにちょっとお見せしましょうね。ですから、1、2、3、4、5、6、7、8ですね。もう一回しましょう。足型は全く、足型というのはその足の位置とか、踏み方とかカウントは手を持ったままと全く一緒ですから、1、2、3、4、5、6、7、8。こういうふうになります。では、二つ目ですね。二つ目は、今度は、オーバースピンといいますか、余分に回転する、中上級向けのタックターンですね。まあ、ちょっと余談になりますけども、ね、先ほどは例えば普通のジャイブですと、1、2、3、4、5、6、1、2というような具合になるので、まあ、6カウントのリンディホップのステップ、こういうありますので、後々リンディホップのステップだと思ってもいいんですけどね。で、そうすると逆にそういうのに慣れてる人はですね、ジルバとこのパターンに慣れてる人は、5、6というカウントが余分に入ってくるので、やることがなくなったり戸惑いますね。タンタンタッタタン5、6タッタタンということになるので、5、6で止まってしまいますね。で、実際5、6はあまりすることがありませんので、先ほどのように標準形をしますと1、2、3、4、5、6、7、8ですから、まあそれはそれでスッキリはするんですけども、退屈ですね。ならばいっそのことくるんくるんと回ればですね、ちょうど
仕事が増えて、暇なところが、暇な時間が埋まるというかね。なので、1,2,3,4,5,6,7,8。こういうふうにするんですね。それ生でですから、こっちの方がね。もう一回いきますね。1,2,3,4,5,6,7,8。結構じっくり考えると、女性は2回転しているので、それはそれで結構大変なんですけど、まあ、とにかく回されるままにですね、されるままに、なすがままに任せて、手が降りた頃に相手を見ればいいですね。一応ソロで、エアリンディで説明しておきます。じゃあ今、斜めの方が見やすいと思うので、斜めでいきますね。女性。1,2,3,4 ね。で、いつもは5,6でここを向くんですが、もう1回転だから、でさらにここまで来るので、真剣に考えると結構大変なんですけども、いきますね。1,2,3,4 男性が強く回してくれるので、4,5,6 ですね。実際6はこのぐらいの向きで終わっておいて、次の7&8で相手を向けばいいですね。今斜めにしますから、こっち向きですね。もう一回しましょう。1,2,3,4 ぐるんぐるん、たたた。ね。ただしまあ、見るのはやすし、行うのはかたしで、ね、見ると簡単そうに見えますが、実際回転してみると足をどこに出したらいいのか分からなくなるかもしれませんが、こうですね。5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 反対向きからしましょう。スローモーションでしますね。5,6,7,8 1,2,3,4、ね、そして4,5,6 はさっき言ったようにほとんど向こうまず向いてるんですね。次の7&8で迎えるんですね。男性はまあこういうふうに二重回しのような感じをすればいいですね。では軽く、まあ、それを音楽に合わせて踊ってみますが、あと一つワンポイントをしますね。何せスイングアウトとか、まあ、いろんな感じで、これはかなり標準は速くなるので、ということは、あまり腕を伸ばしたりですね、ね、まあ、これも、シャボーダンスなんかやってると、特にスタンダードとかやってるとね、ましてや、プロのダンサーとかになると、できるだけ広くね、こう、ホールドして、何かをしようとするので、なんかそういう広い状態になってしまったりしやすいのでね。タンタンタンタタン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 タ。まあこれはこれで悪くはないんですけども、そうするとやはりコンパクトな遠心力が使えないので、例えばスイングアウト、タックタもそうですが、ワン、ツー、大体肘というのはですね、あまり開かないで脇腹に近づけておきますね。だから練習の一つの方法としてはくっつけたままでもいいんですが、ただ実際にくっつけたままだとそれは形がなんとなく今度逆にせこく見えてしまうので、1,2,3,4,5,6,7 こういうふうになってしまうので、あまり見栄えがよろしくありませんので、まあ、そういう感じで、ね、でも1,2,3,4,5 あまりこうすると開いてしまうので、今と今お見せした2つの中間ぐらいでね、1,2,3,4というふうにこのぐらいの感じにしておきますね。あんまり深く回すとまたこっちも肩が歪んでしまうので、このぐらいのでガチッとこう引き合うようにしますね。鍵といいますかね、何かこうガチッと連結器のような連結器のようなね、でそのまま形を保ったままこうすればね、タッタッタッ、足を速いけども1,2,3,4,5,6,7たくさんも一緒ですから、こう置きましたら1,2,3,4,5,6だったら、いつもちょっとこういうふうに中心に少しこうですね、あまり後ろに置いても相手を引っ張りっぱなしになってしまいますので、まあ遠心力を
の強さによってですね、普通にしている時は遠心力は働きませんが、前後の引っ張りだけですけども、回転すれば遠心力がかかりますから、そういう時だけちょっとこう少し腰を引きつつバランスの前の方にするといいですね。こういうふうに普通には今ですが、ここら辺から遠心力が始まってパッパッパッ、この時に今説明のために止まってますけど、実際はかなりこう引っ張り合う力が働いてる。ただ任せてたらこうなってしまうので、そしたらコンパクトにしてタッタッという感じにするといいかと思います。